ボクシングファンの皆様、お待たせいたしました。東京水道橋の後楽園ホールです。今晩のダイヤモンドグローブは日本ジュニアフライ級タイトルマッチ、チャンピオン天竜和則対挑戦者戸守忠の10回戦でお楽しみいただきます。リングサイド放送席は解説おなじみの八百板貞夫さん、そしてゲストに和島浩一さんをお迎えしております。八百板さん、こんばんは。チャンピオンの天竜和則にとって今日が17回目の防衛戦、一口に17回と言いましても、これ大変な数ですね。そうですね。天竜君にはよく接戦してますしね、それパンチ力がありますからね、はい、このクラスではパンチ力がありますしね、はい、いいボクシングしてますし、長続きしてますね。そうですね、はい、和島さん、戸守にとっては今日が2度目のタイトル挑戦、去年の11月19日に天竜に挑戦して負けてます、判定負けしています。あ、なるほどね。今度は十分にチャンピオンを研究してのリング上だと思うんですがね。やはり研究されてますしね、はい、気迫がどこまでプロらしい気迫を出せるか出せないか、これで決まるんじゃないかと思いますね、はい、リング上両選手の紹介が始まります。メインイベント日本ジュニアフライ級タイトルマッチ10回戦を行います。赤コーナー、日本ジュニアフライ級チャンピオン、107パウンド4分の3、うちの所属天竜和則。日本ジュニアフライ級チャンピオン天竜和則がコールされました。うちのジム所属であります。挑戦者日本ジュニアフライ級5位、ミサゴジムの戸守忠であります。今日の日本ジュニアフライ級タイトルマッチ、レフリーが佐々木明義、そしてジャッジが森田健と宇野武雄であります。八百板さん、はい、去年の11月19日にこの後楽園ホールでの両者の対戦はですね、判定で、5ポイントから4ポイントの判定でですね、天竜が勝ったわけですけど、はいはい、ただ2ラウンドにね、戸守君がいい右のフックを右のストレートでもってチャンスを掴んだんですけどね、はい、5回ぐらいからスタミナがない ないことと、天竜君のそのうまいボクシングに、負けましたね、はいはい。両者とも白いトランクスをつけていますが、画面右側背の小さい方が天竜和則、チャンピオンであります。戸守の方はライトブルーのサイドラインが白いトランクスに入っています。和島さん、はい、天竜はもものところにですね、トランクスのもものところに天竜と、そして V16 とこう刺繍してありますね。やっぱりあれは自信でしょうね。そうですね、ああいう自信は素晴らしいことですね、はい、ただそれが過剰になった時に自分の持ち味が出せなくなった時、これが16がすごく邪魔するんですね、はい、ですから書くということは相当の自分に自信を持って言ってるんじゃないですかね、はい、今戸守がボディを攻めました。八百板さん、はい、挑戦者の動きですけどね、どうですか、硬さといったものは、ないですね、もう少し僕は左を使ってもいいんじゃないかなと思いますね、はい、大きな左ですが、これは外されました。身長でですね、13センチの差があります。チャンピオンの天竜和則は上背に恵まれませんで148センチ、一方の戸守は161センチあります。和島さん、戸守としてはこのリーチの差ですね、うん、やっぱり左から右にワンツー、戸守のいいパンチです。ですね、やっぱりリーチの差を十分に活用したいですよね。そうですね、活用するにはやはり左なんですね、はい、活用するに右当ててやろうと思ったら大間違いで、やはり左、これがもう、ものすごく嫌なんです、小さい方から言わせると、はいはい、この嫌な左をどれだけ使えるかですね。与一さん、その左を戸守が数出して、とにかくチャンピオンを飛び込ませる、おっ、右のストレート、戸守のパンチです。この右のストレートでいいんですよ、左をこう少し使っていてね、はい、いきなり右をパーンと入れるというようなパンチですね、その後の攻撃、フォローもちろん左のフックでもアッパーでも大事ですけどね。左から右です。第1ラウンドから積極的ボディから顔面、戸守が打ち分けました。さあ、ローキーがかかった、チャンスですよ、右のストレート、さあ、チャンピオン、チャンピオン、チャンピオン、ケンジ、ケンジがダウンを喫しました。第1ラウンド、戸守の左のフック、
環境に勝ちました。さあ天竜にとって17回目の防衛戦、苦しい戦いになりました。右のストレート手前のライスです。ノックアウト勝ちです。いやー、八百田さん、はい、驚きました。一番その天竜選手のね、はい、欠点であるあの弱い時ね、これをまあ早めに掴んでチャンス、はい、チャンスを逃さなかったですね。これがいいんじゃないですか。はい、前回のその11月19日の試合、はい、2ラウンドで同じようなチャンスだったんですよね。それを休んだために逃がしたい、それを一気に今回攻めていきましたからね。そうですね、それが良かったんじゃないですかね。はい、リング上では新チャンピオン友利忠がこれから認定証を受けるところですが、和島さん、はい、まさかと言っては友利君には失礼なんですけどね、やはりあの16回防衛してきた天竜、はい、あのね、第1ラウンドで見事に下しましたですね。これはあの天竜君が弱いか強いかじゃなくてね、はい、精神的なあの天竜君の負けなんですね。あ、なぜならば、はい、なぜならば、勝っている前の試合勝ってますね、あの勝ってる試合が邪魔だったんです。 あれが勝ってるとつい向こうはビビってくるだろうというこっちには思惑があるんです。それが向こうがボンボン来た、はい、おかしいな、歯車が狂ったんですね。いや、それにしても見事なその今和島さんもおっしゃいましたけどね、その友利の爪ですか、八百田さんね。そうですね、畳みかけていきました。今フジテレビジョンからトロフィーが送られました。まあ、それにしてしましても、この長く守ってきたタイトル、天竜にとっては本当に明け渡すときはあっさり明け渡すもんですね。そんなもんですね。はい、それとね、最近のね、天竜選手は打たれ弱くなってますよね。確かに。あ、そうですか。はい、あの一発もらいますとね、ガクガクってしますからね。はい、さて、それではリング上準備が整ったようです。新チャンピオンの友利忠選手に、福井健二レポーターがインタビューします。はい、それでは見事日本チャンピオン、新チャンピオンをお出ししました友利選手に伺います。どうもおめでとうございました。ありがとうございます。今どんな気持ちですか。もうボクシングやっててよかったと思ってます。あの、何代目の日本チャンピオンか知ってますか。2代目です。それだけね、天竜選手がもうものすごい無敵な選手だったんですがね、今日の天竜選手はどういう選手でした。そう、前回と変わらない感じはあったんですけどね、やっぱりちょっと気持ちで勝ってたみたいです。気持ちの上で第1ラウンドの開始早々いいあのワンツーが入りましたね、はい、あの辺りからもういけろと思ったんじゃないですか。いや、あの辺りではまだ分からなかったですけどね、左フックでダウン奪った時に、あ、これがいけると思ってます。あの、去年の11月に挑戦してましてね、はい、その時は判定で惜しくも敗れたんですが、それからずいぶん研究したんじゃないですか。はい、だいぶ研究してます。その成果が見事出た。はい、だいたいどういう試合展開を予想してました。やっぱりあの左を多く出すということ、それが今日はちょっと出てたみたいで、左も当たったし、それが良かったと思います。これであの沖縄にも帰れますね。はい、1年半ぶりに帰れます。同じ沖縄出身具志堅選手が今度はターゲットになりますね。はい、もう嬉しい、近いうちにやりたいです。はい、頑張ってください。どうもありがとうございました。おめでとうございました。リング上、友利忠選手にインタビューしてもらいました。まあ、八百田さん、本当に嬉しそうですね。これから、ね、まあ、あの友利選手がですね、新チャンピオンになって、防衛回数を重ねていくかと思うんですが、本当に新チャンピオン誕生、放送席からもおめでとうと申し上げておきます。それではこの後セミファイナル、日本フライ級6位、押し5一と船木和夫の10回戦をご覧いただきましょう。ノックアウトタイムは2分55秒でございました。友利忠新チャンピオン誕生です。
和島さん、はい、これがトモリがですね、最後詰めていくところなんですけど、そうですね、これは見事でした ね、 ねこういう話はみんなでしとったんです、はい、お前はいい KO がないのはどうしてか分かるかっていう話なんですね、はい、チャンスにまとめてどんどん打っていかないからないんだよと、一発ポンポンと当たるともう勝ったようなつもりだからダメなんだと、はい、いう話をね、みんなでしてまして、チャンスがあったらお前ここで倒れてもいい、行けと、はい、行くんだということをね、みんなで話し合ったんですよね、それを今日はまだまだよくやってくれましたね、はい、素晴らしいことです。そうですね、はい、話はできてもですね、はい、なかなか現実に実行するってことは大変なことなんですね。そうですね、それはもうだからこそ逆に嬉しいじゃないですかね。まあ矢内さん、確かに試合前にもですね、はい、チャンスがあったら一気に行くと、そういうことをですね、トモリは言ってたわけですけど、その人も本当に第一ラウンドにね、こういったチャンス、大きなチャンスが来るとは思いませんでした、ね、それとはやはり前回の失敗を二度重ねないということを肝に銘じてたんじゃないですかね。ですからチャンスの時は必ずもう息もつかせずに一気に攻め立てるというようなことを言ってましたからね、はい、相当前回の2ラウンドのチャンスを逃がしたというのが悔しかったんじゃないですか。そうですね、はい、それだけに今度はですね、本当によく天竜のボクシングを研究して最初のチャンスをもう一気にものにしたという。最近 の天竜選手はこうフットワークというより上へ上がるようジャンプするような感じで体反りますからね、はい、左を使ってフェイントをしながら右を決めれば決められるんですよね、はい、でそこをうまくついたんじゃないですかね。そうですね、はい、天竜和則の連続防衛記録は16でストップいたしました。日本ジュニアフライ級新チャンピオン友利忠の誕生であります。ノックアウトタイムは2分55秒でした。